水晶壁。ここは。くそ、どうするボルト。おい、聞いてんのかボルト。お前は。は？どうしたボルト。地下台をどこへやった。現実にかかってんのか。そうか、鏡。落ち着け両儀、見ろ、ひどい顔してるじゃねえか。窮屈な肩なんかに押し込まれてたまるかってんだよ。おとなしくしろボルト。掛け分身。間一髪ってやつだ。お前、どんだけ現実に弱えんだよ。カイ。地下台？ガキの頃から散々未来に実験台にされてきたからな。解き方を叩き込まれててよかったぜ。言ってえな！なんだよ急に！うるせえ！一発は一発だ。お前までこんなくったらねえ掟破りに付き合うことはねえんだぜ。今まで何でも人事で済ませてきた鹿大君がどう考えたってめんどくさそうなことに首を突っ込もうとしてんだぞ。こんな面白いこと見逃せるかよ。いい性格してるぜ。じゃあ両儀のやつにも一発かましてやるかな。